1777年のモーツァルト2台のピアノのための競争曲 K365 の実質譜2台のピアノのための競争曲編補聴調 K365 はボルフガングアマデウスモーツァルトが作曲した2台のピアノを独奏楽器とした競争曲で当詞番号をつけてピアノ競争曲第10番とも呼ばれる。1775年から1777年に かけて、ザルツブルクで作曲された。従来は1779年に作曲されたと考えられてきたが、近年の研究によって、第一楽章と第二楽章はモーツァルトがおよそ1775年5月から1777年1月の間に用いていた五線紙に書かれており、競争曲自体もこの時期に属すると見られる。 モーツァルトは1781年にウィーンにいる自分に宛てて、父レオポルトからこの競争曲のコピーを送ってもらっている。同じ年の11月23日にアウエルンハンマー家での詩的な演奏会で弟子であり、パトロンでもあったヨーゼファ、バルバラ・アウエルンハンマーと共演している。また翌年の5月26日にはアウガルテンでの公開演奏でも演奏している。 旧モーツァルト全集では第10番と位置づけられているが、事実上これは3代のピアノのための競争曲と姉妹編を成している。第7番と同じく何らかの移植によって書かれたと考えられているが、モーツァルトとナンネルが一緒に演奏するために自発的に作曲されたという説もある。モーツァルトの弟子であるヨハン・ネポムク・フンメルは、 ピアノフルートバイオリンチェロ用の編曲を残しており、白紙のりこらが録音している。フンメルはまた、ピアノ一台用の編曲も書いている。あとに、ポーランドのピアニストであるレオポルド・ゴドフスキーが、この競争曲の第一楽章用に二つのカデンツァを作曲している。独奏ピアノ二台、オーボエにファゴットにホルン言語部にゲン・部ブ。に、 クラリネットに、トランペットに、ピンパニを追加した版も存在し、これはモーツァルトが1782年5月26日に行われたアウガルテンでの公開演奏の際に追加したものとされていたが、これらのパートは1881年頃に、ブライトコプフーンとヘルテル社から出版された楽譜に初めて現れたもので、実質不や。 筆者譜にも書かれていないため、モーツァルト自身ではなく、別の人物の手によって追加された可能性が指摘されている。全三楽章演奏時間は約24分。ありがとうございます。